超会議 TV 木曜日1時間目パズドラインターナショナル世界ナンバーワンミッチ、はい、やっていくんですけど、ちょっとね、グレーな台本だから台本読んでいくわ。そうですね、昨年アップバンクを円盤退社したコウスケです。これはですね、某アイドルグループの、そうですね、あれとかけてやるらしいっす。はい、はい、ご理解いただき、そうですね、ご理解ください、うん、台本です、台本です、台本です。はい、まあ理事長です、よろしくお願いします。はい、ですね、前回はね、はい、新春っぽくねスゴロクやったんですよ。そうですね、盛り上がりましたね、はい、スゴロクね。前回もスクワットして最初に戻ってましたね、スタートに戻る、はい、ゴールに行けない、はい、スゴロクをやったわけですよ、こちらもね。見えますかね、はい、はい、まあで、まあ高級の高級なね、うん、高級なね酢を飲んで、美味しい酢を飲んでむせ返ったけどな。そうっすね、だいぶむせ返ったけどな。そうっすね、はい、で今回はそうですね、新しいスゴロクやります。もうね、目指せ幕張、来週がそうですね本番なので、これも最後ですよ、はい、皆さん最後ですね。僕と理事長が超えて仲良くパズマリやるのも最後です。そうですね、ね、画面の前で、はい、ではね、番組進めていこうかなと思うんですが、この番組は今月の1月30日、31日ですね、東海議2016で行われる、パズドラインターナショナルチャンピオンシップ、世界ナンバーワン決定戦に向けてですね、はい、まあ、パズルがどうやったら上手くなるのかとかを、はい、まあ、僕と理事長が身をもって体感していくっていう番組なんですが、ですね、まあ、先週はパズルどうやったら上手くなるかというよりはどうやったらスゴロク上手くなるかみたいな番組になった感は若干あるんですが、むしろもうパズル力よりスゴロク力みたいな、スゴロク力3は出さないみたいなね。そうですね、3は赤、感じだったんですけどね、はい、今回も、スゴロクをやりながら、ですね、まあ、なんていうか、そのパズルを上手くなるためにこういうね、なんていうかな、催しをやるとさらに上手くなれるかもねっていう実験ですよ、皆さん、はい、もう最後ですけど、最後ですけど実験です、はい、クリアします、クリアします、はい、まあ、今回でね最後になりますが、はい、改めてですが、大会の概要についてご説明していこうかなと思います、はい、今年1月31日日本、アメリカ、韓国、そしてどこ覚えてる？ドイツ。そう、ジャーマン。ジャーマンの、4カ国の、代表者で、パズル&ドラゴンズの、はい、世界ナンバーワンを、パズル&ドラゴンズ スーパーマリオブラザーズエディションで、競う大会が行われるわけなんですが、はい、まあ、今大会ではね、初めて、パズル&ドラゴンズでは、世界大会、はい、世界規模での大会、国際大会、そうになっております、はい、ね、もう4周年目の前ですが、もう間もなくですね、2月20日そうです、ね、が、パズドラの4周年なんですけれども、はい、まあ、約1ヶ月、まあ、20日ぐらいですね、20日間ぐらい早く、世界大会がね行われるという、ということで、まあ、いろいろね、はい、パズドラ&ドラゴンズにとっては、メモリアルな、そうですね、日、なんていうか、うん、続くのかなと、ね、1月と2月と、はい、激アツですね、激アツです、激アツです。で、まあ、地区予選でプレイされたのはですね、はい、Nintendo 3DS のパズル&ドラゴンズ、スーパーマリオブラザーズエディション。言っちゃいけないことを言っちゃった感あるよね、今ね。スーパー村コーズ、村コーズ、マリオブラザー。はい、すいません、はい、そうですね、はい。でさらに3位と4位に入賞された方もですね、はい、ワイルドカードとして、そうですね、当日、参加する権利が、ございますので、まあ、非常にね、レベルの高い大会になっていくのではないかなというふうになっております。はい、まあ、アメリカ、ドイツ、韓国ではもうすでにね代表の皆さん、もうプレイヤーさんは決まっておりですね、なんか先ほどね、裏で雑談聞いてたら、はい、食べれるものとか食べれないものがいろいろあるらしくてですね、あ、韓国代表の方は辛いものが苦手だっつって、そうなんすか、らしいっすよ、韓国なのに、そう、韓国なのに、そうなんだ、大丈夫なのかみたいな。であと宗教上の問題でお肉が食べれないとか、まあ、そういうのがいろいろあって、はい、裏方さん非常に苦労してるみたいです。いろいろあるんですよ、国際大会になると皆さ ん、確かに、なんか食べれないもんありますか。
俺はネギないね。あ、ないネギ。ネギ。ナイス。ナイス。はい。そうですね。ネギですか。はい。はい。そんな感じでございます。はい。じゃあもうですね。まあ、予選というか、はい、まあ、本大会に出るためにはですね、もうあの当日予選を残すのみと、うん、なったわけなんですがね、ぜひね皆様あの当日予選、足を運んでいただいて、ね、参加していただければなと思います、まあ、見ても面白いですからね、人の見ても、ね、世界大会だからね、そうですね、なんていろんな国のパズルが見れるし、いいプレーした時の、うん、みんなの、 そのリアクションとか知りたいよね、うん、英語でなんて言うのかなとか、わー、わー、グッドプレイヤー、ナイス、落ち込んなのかな、落ち込んって世界共通語なのかな、落ち込んみたいな何なのかな、はい、じゃあそれでは、ここからはですね、時間ギリギリまで僕と理事長でパズマルのスコアアタックを、はい、使ってですね、こちらスゴロクをやっていきます、やります、また今回もマス目をね、はい、考えてやります、今回はあれです、はい、京葉線です、京葉線、まあ、ちょっとあのと関東近辺の方ならわかるかと思うんですが、はい、でこれちょっとわ見えづらいかもしれないんですが、1そうですね、ですね、これが S ランえ違う、マル赤マスはね絶対止まれ、ゲームスコア S, S で2つ目が7ですね、これね舞浜なんですが、皆さんね舞浜何があるかまあ分かってますよね、そうですね、ミッキー、そうですね、ディズニーランドがあるので、そのミッキーにちなんでゲームスコアで、はい、まあ、スコアで3が入っていれば、はい、通れると、そうです、ね、突破できる、でだからスコアの良し悪しではない、うん、運ゲーです、3つ目がゲームスコアトリプルエース、トリエース、はい、という感じになっておりますとさ、で前回はですね、もう本当にね視聴者さんのなんていうかタイミング、ね、スタートに戻る職人がいた、職人がいたんですよ、スゴロク職人が潜んでた、そうもうねダメ、あれも場所選ぼう、うん、もうね決めた、51個クリアして1出したらあかん、うん、っていうゲームにしよう、そうですね、1は出さんでさすがに、うん、あのねもう6とは6は怖すぎる、うん、2マス進むとかね、うん、だから優しいやつ欲しい、はい、じゃあ1から1は何だ、1はスタートですね、じゃあ2、3から2、3、5、6だからトータルで6つの、はい、なんていうか、そうですね、まあ、罰ゲームじゃないんですけれども、罰ゲームじゃねえよ、なんだ、いや罰ゲームじゃないですよ、チャンスもありますから、うん、チャンスも、はい、じゃあまず2から、うん、もう一気にゴール、ゴールみたいなのない、一気にゴールに進むみたいな、一気にゴールどっか入れますかいや1でい今日何回クリアするそしたらみたいな、どうします、一気にゴールは入れます、一回休みって何一回休み一回休みって何、なしか、なしか、なしだ、まあ、まあまあなしだよ、そうだね、じゃあ埋めていきますか、ゴールした気になるゴールした気になるいいですね、じゃあ2から書いていきます、はい、はい、2を2はね、はい、何がいいかな、コメントの皆さんと考えていきましょう、スタートに戻る、OK、OK、スタートに戻る、そこで使っちゃう、スタートに戻る、早めのスタートに戻る、早めのね、そうですね、パブロン的な、じゃあ次3ですね、スクワット、よし、 OK、 スクワットですねはい、どんどん行きましょう、4じゃないや、次5ですね、5だ、5は3回回る、4マス戻る、左手プレイ、左手プレイ面白そう、え、あでもそっか、難しいかな、あ左手、3が出ればいいから左手プレイ、そこに止まった場合、ね、左手プレイね、次の赤マスで OK、うん、左手プレイね、 OK です、で次6ですね、どんどん埋まってますよ、サブ1枚抜きできねえからね何かないですか、4マス戻る、5マス戻る、鬼畜だな、東クリア物真似しながらプレイ、誰の物真似、俺物真似レパートリーないんだけど、しりとりしながらいいっすね、ああしりとりしながら、ね、しりとりしながら、しりとり得意、
な絶対じゃあ何かそうプレーに集中させないっていうやつね、はい、これそうですね次ハッチですねいやもうこっから以降はさすごいトリプルエースになるからちょっと勘弁してハッチスタートに戻るここで8マス戻るそれスタートに戻るや2位進む来た2位進むいいコメント来た2位進むって10やねえかん10に確定止まるやないか2マス進む OK9 次9ですねあと2つですいやいやこれいいコメントマスクを外す OK マスクを外すここでねマスクを外す入れときますかいやもうね一応のさコメントなんで選ぶラインが結構やっぱいいね、はい、絶妙だねで最後10ですそのあれだよ2マス進んだ後だよはい2マス進んだ後のマスクをつけるき、ね、たもうあんのもう一枚予備とかありますあるの俺あるの予備ありますあります予備あるのマスクをつけるはいこうなりました皆さんのいいコメントで見えますかね D 長がね体張ってるねマスクを体張りますよマスクを見えないですかねまあじゃあとりあえずねでサイコロはあるのかなサイコロはありますありますあ今日はなんかねサイコロがちょっとおしゃれですよおしゃれになりましたこれだったら多分ね悪い目は出ない気がする、はいじゃあ早速振っていきます最初は3だと1,2,3ちょうどだねちょうどゲームスコア S ですね到着やっていきましょう、まあ、とりあえずね、まあ、とりあえずサクッととりあえず理事長さんやるどっちでもいいよいや小助さん先で先で縛りなしでいけるんだ、ね、はいじゃあ S 出せばいいんだねうんペースもう早めでじゃあ参りましょうまあ S でいいから大丈夫ですかゲーム画面は参りまーすえ、ちょっと待って危なっおぉボツドロップさっき間違えてたからサクッと行きましょうサクッとね右中央、右の方の火持ちますロックコンボで、次は中央上の火持ちますあ、いいっすねあ、闇がずれてるあ、闇はずれても大丈夫か俺50、なんかもうなんかラードラの感覚だわ、少し次、キケッソン光右上の光持ちますあーって間に合わねほい来たー危ねー危ねー順調です順調だわとりあえずとりあえずはないでしょあるとりあえずはもうじゃあもうやめるよもうクリア俺今日クリアクリアかなもう今日クリアじゃないあれおやムジタイムああもう光があーあーちくしょうまあとりあえずは効くかばいはいえこれ倒せる出てくるのかはい OK あーまあ OK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  軽くねいっちゃいましょうはい今ここですはい 25,627 点ですね、はい、ありがとうございますはいということで突破はいじゃあ次僕じゃあ臨場さん振ってくださいいきまーすほい6きた 6? でも止まるでしょ俺早速6ですはい、止まります。何の縛りもなくやんの何の縛りもなく。ゲームスコア2、3が出る。やばい、これ最速だ。最速来てるぞ。最速クリアだ。いや、もうね、これさっさとクリアして、俺とね、理事長はね、雑談をしたいんだ、今日。プレゼント欲しい。なんだろう、今日。じゃあ、行きまーす。あれも、大丈夫か。あ、始まっちゃった。すいません。3を出すゲームだから、これ。一番、
狙って出せそうなのは2万3000点台だよね。そうですね。ちょっとクリアしましょう。いや大丈夫大丈夫、ワンミス全然 OK よ。やばいやばい、大丈夫大丈夫。あ、ナイスコンボ。 OK 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 OK。 次はどうしよう。これもういっちゃいますよ。いいですか、最初これでクリアしちゃって。いいですよ。いいんですか。いいですよ、ディレクターさんが困るぐらいでよ。いいですか。ディレクターさんが困っちゃうぐらいでよ、本当に。よし、理事長さん、今日もいい感じ。絶対言ってるから倒せる。倒せるかな、多分。はい、わあ、しまった。いや、これちょっと2万3000調整でしょ。やばいやばい。2万3000調整だった。理事長さんの。大丈夫かな。いやあ、そっか、3が出ないとダメなんだ。そう、3が出ないから。そうだ、そう、3が出なきゃ。そう、トリプルエースと関係ないんだよ。3。今日の多分最大の運ゲーだよ、これ。うん。まあでも、パスでいけるっしょ。いけるっしょ。今日はなんかね、乗ってる気がする。うん。理事長、俺今の斜め決まっちゃうあたり今日乗ってるよ、理事長は。ほらね、ほいほらね、倒せねえけどさ。いや、欠損してないね、大丈夫だね、以外だね。あ、いいダメージ、いいダメージ。あ、ナイスコンボな。あー、ズレつって。あ、でも乗った。俺も乗ってる。やば、今日来てるな。あ、来たんじゃない。これ2万3000でしょ。あーな、2万2000台っぽいけど、まあでもね、別に4個試さなくていいから。3、あー、3がない。3ない。あ、やばいぞ、リジュ。これはやばいぞ、なんかね、これ意外とむずいぞ。いや、意外とむずい説ある。意外とむずい説あるぞ、これは。もしや、いや、まさか。まだ1回しか、うん、まだ1回だからね。なんで欠損してんだよ。まあ別に欠損関係ないからね。欠損関係ないんだよ、これは。3を出すゲームなんだよ。よし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 、うまい。あ、ちょっと待って。ね、下のね、闇、え、下の闇じゃない、下の火も通るかな。もうこれ結構きついな、離れすぎ、いろいろ。あ、やべ、また水が出れてる。え、何この、これ水消えてくれよ。どうするから。ベイツールが、ベイツールが、ベイツール現象来てる。ベイツール現象来てるんだ。あ、待って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 、俺ちょっとさ、気抜けてるかもしれない。まあ、やっぱね、初手欠損はね、気持ちがね、あれするよ。3000点でもいける。3000点って狙えるの。その調整知らないんだけど、俺2万9003点ぐらいまでしか。2万、いや、4903点。いや、ワンチャン3点でも4903出せばいいの。4903。奇跡の4903出せばいいの。それ、自虐でやっちゃいます。自虐で、自虐で。あー、ちょっと待って、やばい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 。4903を狙うゲーム。これスタートは。4903。オッケー。見してやる系の。4903。4903。思い出せ、あの時の奇跡のプレイを。ああ、いいっすね。ちょっとコンボ多すぎるかな。4903にしても。はい、だ、要はさ、1の位でもいいわけじゃん、3点。はい、ここで1テンポ置きます。そうですね、はい、調光しましょう。調光します、ここで。あえてどっからですかね。こっから行こうか。さあ、
そろそろいい調整ができた頃合いだと思います。ほほあれあれまあ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 、まあ、ちょっと今のはねあれしたね、おいたしたね。これナメプトちゃうからね、みんな。これナメプトちゃうから。お、いいですね。これ3、これ3調整だから。でそして結局欠損またして、あ、おお、おお、いけた。さすが、見してやるわ。これ146秒クリアで平均コンボが 5. 点ちょっとなはずだから、これは来い、来ない。くわー、マジか。これつら、嘘でしょ、このゲームつら。そんな3点出ないもんなの。なんでこのさ、マジか、さっきから7出しまくりだよ。マジか、やば。3万点出します。3万点出します。はい、3万点出します。まさかここでね、足踏み、まさかね。今日ここで終わる番組もしかして。いやいや、終わんないですよ。嫌な予感しかしないよ。俺はもう嫌な予感しかしないよ、理事長。大丈夫です。先週のことがあってもちょっとトラウマだよ。大丈夫です。俺は先週のがトラウマだよ。なんとかなります。3万点出せばいいんでしょ。簡単じゃん。違うゲームだよ、理事長。よし、なんかよくわかんないけどいい感じじゃん。これはね、きついな。これはさすがにきついな。これはだって色ないもんだ。あ、3面調整ね。3万点調整でしょ。そうっすね、3万点調整じゃない。3万点調整。3万点調整ってなんだよ、そんなのねえよ。よし、ほんで BG、それまた欠損してるよ。欠損の。あ、水があるか、大丈夫、大丈夫です。あるある。ビージタイム、ワンパン、ビージタイム。ここで昇降しますか。ビージタイム、ビージタイム、真ん中のこれですかね。行きなさい、ビージタイム行きなさい。ボスケさん的にいいと思います。いやいや、ここ考えましょう。いや、そこしかないと思う。そこしかないと思うよ。ないですか、うん、これで光2列ですかね。いや、それ光2列っていきますかね。違う、イルムじゃないから。イルムじゃないから。間違えた、間違えた。 OK、 光2列で、なるほど、イルムじゃないから、それ。それ光、光、おい、ちょっと待って、俺と同じことすんな。俺と同じことすんな。すいませんでした。すいませんでした。やばい、しょぼい、やばい、コンボがしょぼい。いや、でも結局ね、分かんないから、いつのくらいとかね、10のくらいで出るからさ、普通に。そうですね。これね、違うんだよ。あ、そうってね、はい、やばい、まだ焦る時じゃない、まだ焦る時じゃない、まだ焦る時間じゃない。いや、何を持って焦ればいいのか分かんないからね、このゲーム。よし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 。一回来るとめっちゃ来るよな。リチ、もうちょい待って、知らない、もうちょい待って。これだとね、まだね、1万7000点台だから、1万6000から1万、そうっすね、多分ね、130秒ぐらいでクリアすればいいんじゃない。いや、ね、130秒、100、うん、うん、行っちゃえ、行っちゃう。おいおいおい、マジで。ほい、クリボーがね、三連クリボー。頼む、頼む、頼む、1万3000台出て、お願い、お願い。これは来たかな。3、3来い。あー、惜しい、1万4000だった。惜しい。もうちょい待たないとダメだろ。これむずい。マジで。これむずい。やばい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 。意外と出ないの、3。なんだこれ。出ねえぞ。やばいやばい。え？みんなちょっとやってみ。
これ3万点コースですね。いやー4万点コースかな、ま、4万はちょっと4万3点。4万3点、うん、おいいっすね。いやちょっと待って、だってこんな出ないともう俺怖いもん、もう嫌な予感しかしない。調子いいっすよ。ありがとうございます。あ、やば、ミスった、ごめん。これ調整ね、うん、ミスっただけなんだけど。あ、いいっすね。いやちょっと待って、いやでも2万3000点が一番こうあれだよね、狙って出せそうなスコアで、その辺なんだけど、狙い、俺2万3000調整足したことねえぞ。だって毎回さ、そのなんだっけ、トリプル S とかを狙ってさ、うん、こう頑張ってこう、たまにあー、ね、出たねみたいなスコアではあるわけじゃん。あ、なんでお前、何ぞ、6コンボ組んで倒せないとか、俺人生でそんなねえぞ。すげえ。あ、ちょっと待って、スケトウだな。スケトウだ。ちょっと待って倒した倒したおや、ルイリーだ。あ、ちょっと待って、あのさ、ボス戦で、あ、オッケーオッケー、ボス戦でさ、ミスるの何これ、定例になってる。緊張しますからね。緊張というよりはさ、あれだよね、なんていうか、おお。なんかこれスーパードロップ入ってないからさ、あれだよね、倒せないんだ。いや、半分ぐらい削れてるんで。あ、いけましたね。これ2万、あーでも2万2000ぐらいになってるぞ、これも。3来い、3入れ、ふんす、きたしゃーギリ、さあ一桁でいけましたね。はい、きた。じゃあ進みますか。もう来ました、やっと。俺か、サイコロ振るの。振ります。3、3、あれ出ました。全回避してない、え、違う、マスクをつける。1、2、3、マスクをつける、マスクをつける。マスク持ってこい、マスク持ってきます。ちょっと待ってください。あいつにとってのマスクって何なんだろうな、マジで。でもさ、マスクを2つつけることによってさ、ゲームが、理事長単体がさ、ゲームしづらくなるはあるよね、間違いなくさ、息しづらいみたいな。よいしょ、持ってきました、マスク。ブラックマスク。ブラックマスク持ってきました。つけまーす。早くつけて、はい。理事長がつけないと俺触れないから。あ、新しいファッションみたいだな。新しいファッションだな、これ。マスク2つです。T シャツ2枚着てるみたいな。はい、息がやばいです。やっぱり、そうです。呼吸が薄くなる。じゃあ最後、じゃあまあ何が出てもあれなんですけど。そうですね。はい、6ですね。はい、最後、ゲームクリア、トリプルSということで。最後の難関です。いや、わかりやすいぞ。ノーミスでプリアしてるんだけど。息ができなくなるまで。クリアしてください。